ナムコットがお送りする新製品お知らせビデオ、ナムコットビデオジャム92、あ、夏の陣。今回は新製品がなんと8タイトル一挙大公開。こうなりゃナムコパワーで怒涛の寄り切りごっつんです。気合い入れていってみよう。では一発目、ファミコン用三国志2、覇王の大陸。中国か、行ってみたいな。戦乱続く中国の地に英傑たちの野望が駆け抜ける。餃子でしょ、中華丼でしょ、チャーハンでしょ。人の話聞いてた。続いて PC エンジン用ザ・パワーオブ・ドルアーガ、ドルアーガの塔。黄金の騎士ギルがドルアーガに挑む。装備の自由選択など新システムでよりグラフィカルに迫ります。果たして囚われの恋人会はいつかに。お楽しみに。お待たせしました、スーパーファミコン用サンドラの大冒険、ワルキューレとの出会い。病気の息子を救うため光のかけらを求めて旅に出たサンドラ。サンドラって結婚してたんですか。今明かされる衝撃の事実。そしてワルキューレとの出会いとは、乞うご期待。続いていきます、ゲームボーイユーザー必携ファミスタ2。今回は実名版です。さらにオールスター戦が加わって楽しさ倍増。さらにさらに評価モードがついてあなたのプレイを採点してくれます。あらあら、こんな点数じゃ赤点だわね。補修は嫌だ。さてお次はメガドライブ用スプラッターハウスパート2。戦慄のモンスター、血もコールグラフィック、恐怖と快感が交差するアクションゲームの最終兵器。もう一人でトイレには行けなくなる。ひょ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 。お次は特報、アメリカから来たすごいやつ、スーパーファミコン用スカイミッション。戦火に染まる大空を愛機と共に駆け抜ける 3D 空戦ゲームの傑作。飛行機ファンならこの指とーまれ。あ、僕も混ぜて。次行きましょう。次、ゲームボーイ用ビタミーナ王国物語。ひょんなことから異世界の戦いに巻き込まれた少年の涙あり笑いありの RPG。 さらにより快適な操作性を実現するダイナミックバトルシステムを採用。心して待て。最後もすごいぞ、スーパーファミコン用コズモギャングザ・ビデオ。業務用から早くも移植ですね。はい、スピード感あふれるコミカルシューティングゲーム。ナムコ名物チャレンジングステージもサービス満点。コントローラーがぶっ潰れるまで打ちまくれ。この夏もナムコよろしくね。スーパーゴールデンファイター。最強システム搭載の本格格闘アクションゲーム、飛龍の剣スーパーゴールデンファイター、ついにスーファミに登場。一本のゲームで4倍楽しめる驚異の新飛龍システム搭載で、初心者から格闘技マニアまで誰でも楽しめるぞ。飛龍の剣のシステムを究極に洗練したエキスパートモード、シンプル操作でエキサイティングなファイティングモード、そしてストーリーをより楽しみたい人のためのコマンド式アニメモード、さらに超本格派8人参加可能 VS トーナメントモードの4本分だ。しかも全てのモードで今までの倍のサイズのキャラと150種以上の技を使って遊べるんだ。格闘技ゲームがまた一歩究極に近づいたぞ。スーパーファミコンだからストーリーモードも当然すごいぞ。変身や砲撃はもちろん、ビジュアルシーンもスーファミならではのグラフィック機能でパワーアップ。地球の平和を僕が守る、ワンダードッグ。多彩な動き、コミカルなキャラクター、たくさんの仕掛け、スリル満点のアクション。僕が噂のワンダードッグ、プリンスオブペルシャ。
我が国美しい国王の娘を救うために繰り広げられる壮大な冒険活劇、正統派アクションゲームプリンスオブペルシャ、メガ CD で登場。日本ファルコムの最高傑作ソーサリアンがついに PC エンジンスーパー CD ロムロムに登場する。10本のシナリオ、60の職業、120の魔法などなど、新しい RPG 体験ソーサリアン。映画を知り尽くしたルーカスフィルムの手による感動のアドベンチャーゲーム、ルーム。謎と冒険があなたをインタラクティブシネマの世界へと誘う新世代のファンタジーアドベンチャーゲーム、ルーム。あのダンジョンマスターが PC エンジンスーパー CD ロムロムになった。モンスターと戦え、いくつもの罠をくぐり抜けろ。全く新しいシナリオが君を待つダンジョンマスターセロンズクエスト。ダース・ベイダー率いる帝国軍の逆襲が始まった。君はルーク・スカイウォーカーを操り、スター・ウォーズの世界で大活躍。ファミリーコンピュータースター・ウォーズ帝国の逆襲、この夏登場。僕はミリーザ・シェル。連れ去られた恋人を取り戻すためにアメリカ横断の大冒険だ。ファミコンソフト、アルマジド。あの感動から1年、ミリーザ・シェルがパワー倍増で帰ってくる。天をかけ地を走る元気満点の大冒険。ファミコンソフトで、ゲームボーイで、みんなの夢を満載してアルマジロシリーズ続々登場。楽しみに待っててね。IGS。 僕はミリーザシェル。連れ去られた恋人を取り戻すためにアメリカ横断の大冒険だ。ファミコンソフト、アルマジド。あの感動から1年、ビリーザセルがパワー倍増で帰ってくる。天をかけ地を走る元気満点の大冒険。ファミコンソフトで、ゲームボーイで、みんなの夢を満載してアルマジロシリーズ続々登場。楽しみに待っててね。 IGS。本格的アメリカンフットボールゲームがスーパーファミコンに登場。ウルティメイトフットボール。このウルティメイトフットボールはエキサイティングなアメリカンフットボールのゲームだ。本物のアメリカのプロリーグと同じ合計28チームが登録されている。回転、拡大、縮小を使ったプレイヤーを飽きさせない美しいゲーム画面。66種類の豊富なバリエーションでゲームに奥深さを出しているフォーメーションの数々。煩雑になりがちな操作を極力排除したユーザーフレンドリーな操作性。このウルティメイトフットボールは今までのフットボールゲームとは一線を画したゲームだ。このゲームには2つのモードがある。まずワンプレイヤーモードを紹介しよう。プレイヤーは6個あるディビジョンの中から1つを選び、さらにその中から1チームを選んでプレイする。各チームごとに足が速いとか力が強いなどの特徴があるので、自分のプレイスタイルに合ったチームを選ぼう。プレイヤーはまずはディビジョンを勝ち抜き優勝するのが目的だ。それではゲームの内容を紹介しよう。まず敵チームのキックオフでゲームがスタートする。これをプレイヤー側チームが受け取り、敵のゴール目指し突進する。タックルを食らい止まってしまうと、このゲームの特徴の一つである66種類のバリエーションからなるフォーメーション選択の場面になる。プロアイ、ラン攻撃、パス攻撃の両方に有効なバランスの取れたフォーメーションだ。
ウイング、特にラン攻撃に優れていて、サイドから敵を抜いていくような攻撃に向いている。T フォーム、これは両サイドにランニングバックがいるので速攻が効き、敵の裏をかくことのできるフォーメーションだ。ショットガン、パス攻撃に有利なフォーメーションで一気に攻め込むことも可能だが、逆に押し戻されてしまうこともある。フィールドゴール、タイムアップ直前やあまり攻撃のチャンスが望めない時など一発逆転のためのフォーメーション。ツープレイヤーモードは人対人で1試合だけで対戦をするモードだ。数々のフォーメーションを使い分け、並み居る強豪を蹴散らし、ウルトラボール優勝に向けて全力でぶち当たれ。本格的アメリカンフットボールゲーム、ウルティメイトフットボール、スタジアムの興奮が今君の部屋に。中島悟監修による F1 ヒーローシリーズが、ポカ公認によりマシン、レーサー名を実名で登場させ、前回よりさらにパワーアップ。 F1 ヒーロー GB92。 モナココースのトンネルや路面の起伏などビジュアルもさらに充実。 F1 の世界21コースがリアルに再現され、マシンの各パーツも前回よりレベルアップされている。また各コースごとに中島悟がコースの特徴をアドバイスしてくれる。中島悟のアドバイスを受けて、君も世界の F1 シーンにチャレンジしてみよう。スーパーファミコン、スーパー F1 ヒーローも開発進行中。超リアルな 3D コックピットタイプのシミュレーションレースゲーム。92年度 F1 グランプリ全16コースがリアルに再現され、セッティングの組み合わせも200万通り以上だ。中島悟監修バリエ F1 ヒーローシリーズにご期待ください。ハドソンラインナップ、パワーリーグ5。熱狂的野球ファンも普通のファンもどっぷりハマること間違いない、本物のペナントレースを完全シミュレート。全選手全チームが実名で登場。各ホームグラウンド全11球場でナイターも OK。 オリジナル選手の作成、オーダーの組み替えなどエディット機能も完璧。今年もやっぱりプロ野球が面白い。PC エンジン用ソフトパワーリーグ5、8月7日発売です。銀河お嬢様伝説ユーナ。ユーナは女子校に通うごく普通の女の子。しかし彼女の運命は突然変わってしまいます。友達が応募したミス銀河お嬢様コンテストでユーナはグランプリに選ばれ、テレビ出演、雑誌の取材、レコーディング、初主演の映画とトントン拍子にアイドルしていた頃、世界各地でお嬢様コンテストに出場した美少女たちが行方不明になる事件が続出したのです。そしてある日、光に包まれ気づいた時には全身戦闘用スーツに。光と闇の世界を背景に謎の敵をユナは倒すことができるか。とっても可愛い女の子たちが次から次へと出てくるデジタルコミック、スーパー CD ロムロム用ソフト銀河お嬢様伝説ユナはこの秋発売予定です。パワースポーツ、大好評パワーシリーズの最新作がついに登場します。走る、泳ぐ、投げる、飛ぶ、あらゆるスポーツを最大5人対戦でプレーすることができます。種目はピストル射撃、クレー射撃、アーチェリー、走り幅跳び、走り高跳び、三段跳び、円盤投げ、ハンマー投げ、やり投げ、カヌー、水泳のフリースタイル、平泳ぎ、背泳ぎ、バタフライ、個人メドレー、100m 走、400m 走、そしてハードルと全18種類。まさにオリンピック。PC エンジン用ソフトパワースポーツは秋頃発売予定です。炎の投球時ドッジダンペイ、
テレビアニメでおなじみのドッジ断平が今度は PC エンジンに登場。大人気スポーツスーパードッジの面白さをいっぱい詰め込み、迫力のアクションとアニメーションで画面いっぱいにスリリングに再現します。もちろん白熱の対戦プレイも可能です。まさに実戦そのまんまの興奮を楽しめます。 PC エンジン用ソフト炎の投球時ドッジ断平は今週発売予定です。 Go Fight! PC 原人シリーズ PC 電人、キングタマンをサンドロビッチ率いるロボット軍団を相手に PC 電人が人類の平和のために戦います。なんといっても無敵のヒーロー、数々の攻撃方法を多数揃えています。腹超人攻撃、イレバー攻撃、ロイヤルストレートフラッシュ攻撃、カッターブーメラン攻撃、稲妻返しなど PC 原人らしいユニークな攻撃で迫ります。またニコニコチップを10個取ることにより仲間を呼ぶこともできます。仲間は全部で10体で数々の困難を切り抜けます。そしてもう10個ニコニコチップを取ることによりその仲間と合体して無敵になることもできます。見ているだけで楽しい超コミカルシューティング PC エンジン用ソフト PC 原人シリーズ PC 電人は年末発売予定です。フリックス・ザ・キャット、本国アメリカではミッキーマウスと並ぶ古典的人気キャラクターで、日本でも数々のキャラクターグッズが大人気。フィリックスがとうとうファミコンソフトに初登場します。ステージは山あり海あり砂漠ありでマジックバッグを使い自動車戦車飛行機と変身していきます。またジャンプや転げ落ちた時などの表情のバリエーションも豊富でテンポの良いアクションゲームになっています。恋人キティを救うためフィリックスの冒険は始まった。ファミコン用ソフトフィリックス・ザ・キャットは年末に発売予定です。ボンバーマン93、本当にお待たせしました。なんといってもただ爆弾を置いて相手をやっつけるだけの単純明快のこのソフト、子供から大人まで幅広く愛されています。そして今もなおハマり続けている人もいるでしょう。そして今回ももちろん5人対戦のバトルが最高に面白く仕上がっています。まずコンピューターとの対戦ができるようになりました。つまり一人で対戦できるわけです。そして今までのバトルではステージがたった一つしかなかったのに対して今回は様々な仕掛けを揃えたステージが8ステージに増え、アイテムでは爆弾を蹴ることができるものまで増えてますます楽しくなりました。やっぱりゲームはワイワイガヤガヤみんなでプレイするのが一番面白い。 PC エンジン用ソフトボンバーマン93は年末に発売されます。桃太郎伝説外伝第1週、約1年ぶりに桃太郎が PC エンジンに帰ってきます。今回は感動のシナリオがなんと3本も入った RPG 短編集、外伝その1、夜叉姫伝説。7人の仲間から3人まで自由にパーティーが組め、エンディングはマルチエンディング、プレイヤーの進み方によって変化します。その2、貧乏神伝説。通常攻撃は戦うではなく盗む。ゲームをクリアしてしまっても第2シナリオが用意されているので何度も楽しむことができます。その3、浦島伝説。敵ボスの息子カモロとの友情物語。桃太郎伝説外伝第1週は年末発売です。ドラゴンスレイヤー英雄伝説2。スーパー CD ロムロム第1弾として発売されて大好評を得たドラスレの第2弾が早くも登場します。今回は前作の息子アトラスが主人公。スーパー CD ロムロム用ソフトドラゴンスレイヤー英雄伝説2は年末に発売予定です。年末もやっぱりハドソンが面白い。 By ハドソン。想像力のスポーツだ。広いフィールドでどんなパスを出すか、どんなシュートを打つか、自らのアイデアで勝負しなくてはいけない。より戦略的になり、さらにスリリングなゲーム展開を実現したキャプテン翼3皇帝の挑戦。スーパーファミコンならではのダイナミックなグラフィックと相まって、サッカーのあらゆる醍醐味を体験できるようにテクモが総力を結集して作り上げた超大作。
画面狭しと展開する迫力の総力戦、そしてスピード感あふれるダイナミックな動き、その上2人対戦や夢のオールスターモードまでを満載し、面白さが倍増したキャプテン翼3はみんなの胸を熱くすること間違いなしだ。僕たちの夢へ向かってキックオフの時はもうすぐだ。テクモスーパーファミコン第1弾キャプテン翼3皇帝の挑戦、期待してね。テクモ。これはミネルバトンと呼ばれる世界での出来事、そこでの冒険をあなたが楽しむロールプレイングゲームです。今から数十年前、この世界に魔王ラゴンが現れました。ラゴンの支配は世界中の至る所にまで及び、人々は恐怖と絶望の渦に飲み込まれていったのです。僕の名前はカイラル、パルメキアという国の王子なんだ。そう、僕のおじいさんが光の戦士、このパルメキアもおじいさんが復興させたんだ。光の戦士になるにはいろんな経験をしなくちゃいけない。あ、来た。君がリサさんだね。なに、あなた、私助けてなんて一言も言ってないわよ。こんな娘に構わず先を急ごう王子。胸ワクワクの RPG ファミコン版ジルバサーガ、ストーリーはまだまだ続くけど、ここから先は君と一緒に行くんだ。どうぞお楽しみに。俺の名前はパルス。光の戦士カイラルの手柄話はいくつも聞いた。だから王子、俺の村を突然襲ってきた魔物たちをやっつける術を教えてくれ。スーパーファミコンならではの新たな感動、迫力のアニメーションバトルも見逃せない。シルバーサーガ2にも期待してくれよ。お待たせ、アレサシリーズでおなじみのヤノマンから一挙3本のゲームが登場だ。もうこれは超期待せずにはいられない。まずはじめはゲームボーイ RPG の定番アレサシリーズの完結編アレサ3だ。ようやく平和の戻ったアレサ大国だが、またもや大きな異変が訪れようとしている。マテリア、そんな気楽に構えていて大丈夫なのか。システムを一新して送るアレサ3、乞うご期待。続いてはヤノマン初のスーパーファミコンゲームソフトソングマスターだ。主人公ユーリはソングマスターになるべく旅をする。幾多の困難をくぐり抜け、さまざまな同志と出会う一大活劇の幕開けだ。ファンタジー RPG の決定版ソングマスター、これも要チェックだ。そして最後はスーパーファミコン用戦国シミュレーション新潮後期の登場だ。コマンドを駆使して信長悲願の夢をあなたは実現できるだろうか。ゲームの常識を打ち破る本能的な戦いが始まる。音楽監修杉山浩一、作曲松尾隼人、マルチシナリオシステム搭載黄金流戦記サイバリオン。君はもう直感の世界から抜けられない。ゲームの常識を打ち破る本能的な戦いが始まる。音楽監修杉山浩一、作曲松尾隼人、マルチシナリオシステム搭載黄金流戦記サイバリオン。君はもう直感の世界から抜けられない。
ゲームの常識を打ち破る本能的な戦いが始まる。音楽監修杉山浩一、作曲松尾隼人、マルチシナリオシステム搭載、黄金流戦機サイバリオン。君はもう直感の世界から抜けられない。スーパーファミコンファン必見、めちゃくちゃハードなシューティングゲームファランクスの登場だ。息詰まるほどスピード感に満ちた多彩なステージに画面を揺るがす鉄キャラのアタック。敵の強さはウルトラハードだ、半端じゃないぜ。パワーアップアイテムスペシャルウェポンを駆使し、打ってかわして打ちまくれ。全ステージをクリアした君にもはや敵はいない。 X68000 で大好評を博したファランクスをパワーアップして君に送る戦う SF シューティングファランクス、7月発売予定。もう誰もファランクスを超えられない。スーパーファミコンファン必見、めちゃくちゃハードなシューティングゲームファランクスの登場だ。息詰まるほどスピード感に満ちた多彩なステージに画面を揺るがす鉄キャラのアタック。敵の強さはウルトラハードだ、半端じゃないぜ。パワーアップアイテムスペシャルウェポンを駆使し、打ってかわして打ちまくれ。全ステージをクリアした君にもはや敵はいない。 X68000 で大好評を博したファランクスをパワーアップして君に送る戦う SF シューティングファランクス、7月発売予定。もう誰もファランクスを超えられない。釣竿を手に、あの日僕は旅に出た。リアルな自然音に囲まれて釣り感覚が楽しめるほのぼのフィッシングゲーム。 PC エンジン CD ロムロム、川の主釣り自然派。本物さながらのドッグファイト。ファミコンの限界を超えた本格エアコンバットシミュレーション。もはや敵など存在しない。エイセスアイアンイーグル3。16の競技場をベースに、ステージは全部で64。スーパーファミコンならではの緻密なグラフィックとノリのいい BGM、 子供から大人まで様々な楽しみ方ができる新しいタイプのカーアクションゲーム、スーパーオフロード。スーパーファミコンで7月発売予定です。シューティングゲームチェルノブであります。業務用で話題になった名作がメガドライブ版に移植され、ついに待望の登場というわけです。このリアルな走りはさすがに見応えがあります。強制横スクロールだからもう走るしかない。7つのステージは噂通りの不思議な世界、敵キャラだって奇妙起きてる。見ているだけで引き込まれちゃう。やったらさらに離せない。メガドライブ版アクションゲームチェルノブ、7月下旬の発売です。さて次なるはビリヤードゲームの傑作、サイドポケットであります。これまたビリヤードゲームではすでに定番。今回のメガドライブ版ではより一層のリアルさ、面白さを追求して、グラフィック、サウンドともにグレードアップ。オリジナルルールのポケットゲームやおなじみの対戦型ナインボール、
頭の体操、トリックゲームも用意して、球の代わりにゲーム機抱え、あなたの部屋もビリヤード場。メガドライブ版ビリヤードゲームサイドポケット、8月上旬発売です。で、最後に特報。昨年5月、その斬新さが大反響の RPG メタルマックスがスーパーファミコン版として登場します。自由度の高いシナリオ、新しいシステムによるゲーム構成など、その特徴をおなじみの協力スタッフがさらにグレードアップ。舞台は荒廃した近未来、人と戦車の RPG スーパーファミコン版メタルマックス2、年末の発売です。車輪を全部打ち飛ばしやがった。ともかく背後から撃たれた。長く苦しいフライトになるぞ。君は一体何を言ってるんだ。グラントは私たちのすぐ後ろに来ている。犯人に何を命令されたんだ。覚えてない。暗示催眠なのか。勝利の栄冠を手にするのはどこのチームか。びっくり熱血新記録、遥かなる金メダル。ファミコンで大ヒットしたダウンタウン熱血行進曲が、新競技追加などのマイナーチェンジを経てゲームボーイに登場。このデンジャラスな競技の数々に果たして君はついてこれるか。さらに過激にリニューアル、ダウンタウン熱血行進曲どこでも大運動会。ま、せいぜい頑張ってくれたまえ。見よ、この流麗なグラフィックを。そして感動のストーリー。国を取り木が大阪の街を舞台に暴れ回る。ついに登場、初代熱血硬派国を君。2匹の竜がグレードアップして今君の元に帰ってくる。スーパーファミコン用ソフト、リターンオブダブルドラゴンは今週発売予定。スーパーファミコン用ソフト、スーパー将棋。8メガビットの大容量に5万手の定石を誇る対局。トーナメントや詰め将棋、おまけに東海道53次アドベンチャーまで盛り込みました。強さと速さを極限まで追求した将棋ソフトの決定版です。ファミコンに待望の本格麻雀ソフトが登場します。 IMAX のスーパーマージャン。
登場キャラクターは世界各国からよりすぐられた12人の強豪たち。個性派雀士と半雀勝負のフリー対局モード、ゲームセンターの楽しさが味わえるアイテム対局モード、そして世界統一モードでは領地をかけて麻雀で勝負。3つのモードでスーパー楽しいスーパーマージャン、マージャンファンが首を長くして待っていたスーパーマージャン、 IMAX より近日新発売。複数セーブ可能、コンピュータプレイヤー能力アップ、4人同時プレイ OK、 初心者用オリジナルキャンペーンモード採用、新兵器登場、リアルな戦闘アニメーション、全てにおいて大幅にパワーアップした大戦略を超える大戦略、スーパーファミコンソフト大戦略エキスパート、アスキーから9月登場。野球シミュレーションゲームの定番、ベストプレイプロ野球シリーズ待望の新作がついに登場だ。ファミコンソフトベストプレイプロ野球スペシャル、9月プレイボール。アスキースティックスーパー L5、全てにおいて究極といえるスーパーファミコン片手専用コントローラーだ。さあ、君もスーパー L5 で究極のプレイを楽しんでほしい。アスキースティックスーパー L5、 8月発売予定。CD サウンドとグレードアップしたグラフィックにより F1 サーカスはついにスペシャルとして登場する。日物がスポンサードする F1 コンストラクターチームロータスの監修協力のもと、特別なアイテムとして F1 サーカススペシャルが制作された。君はスピードの向こう側に何を見るのか。 F1 サーカススペシャル、開幕は6月26日。日物の記念すべきスーパーファミコンソフト第1弾はレースゲームファンの定番ゲーム F1 サーカスをハード機能を生かし、チームロータスのバックアップを得て極限までパワーアップしたスーパー F1 サーカスだ。もう前を走るやつはいない。スーパー F1 サーカス、7月下旬発売予定。幻のシューティングゲームが帰ってきた。世界平和のため伝説の戦闘メカが蘇る。テラクレスタ PC エンジンに登場。テラクレスタ2、9月発売予定。あの超ド級ゲームマシンネオジオの超人気タイトル、キングオブザモンスターズがスーパーファミコンになってついに登場。全国のゲームセンターやおもちゃ屋さんの店頭ですっかりおなじみになったゲームマシンネオジオの超人気タイトル、キングオブザモンスターズはスーパーファミコンになっても大人気間違いなし。ストーリーは1996年、世界各地で出現した巨大モンスターたちが、俺たちこそがモンスターの王様とばかりにところ構わずバトルを始めちゃったからもう大変。
スーパーファミコンソフトキングオブザモンスターズは税別8800円、8月発売。今から発売待ち遠しい。